また走るのかよ。やっぱりギルドは情報隠してんだろ。モンスターはどうなってるの？いつ現れるか教えて。そこの悪いことは言わぬ存ぜるか。音はといえばあのリトルルーキーに責任があるんだろう。早く捕まえて何とかしろ。そうだそうだ。ウォーゲームの件も含め、リトルルーキーは良くも悪くも注目を集めすぎていた。今の失望の声はそれだけ民衆が彼に好感情を抱いていた証拠であり、期待していた反動でもあるんだろう。しかしそれより心配なのは、チュール。ない。は？来ない。なんで、なんであの子は来ないの？チュール。そりゃあさ、私も手を挙げちゃったし、最初のうちはすごい悲しかったよ。でもさ、話してくれないにしても顔の一つも出さないってどういうことかな。おかしいよ、おかしいよね、おかしくない？ベル君の中で私ってどういう扱いなの？あー、チュール、そのだな。私、男の人の前で泣くの初めてだったのに。何の話だ。もう頭にきた。班長、私都市の巡回に回ります。待てチュール、お前に行かれたらただでさえ山積している書類の処理が。出たな。デュエット、ファイアボルト。来るぞ小僧。ベル、ゴートゥーヘル。ダメだよ、悪いことしちゃう。ファイアボルト！職員一人が抜けたくらいで仕事が回らなくなってどうするんですか！組織として変わっていく必要があるんじゃないですか！すみません。恐ろしい。そういうことならこっちから言ってやるんだから。時間だ、行こう。ヘルメス様、行くのかい、ベル君。はい。そうか、俺は君を応援しているよ。頑張ってくれ。ありがとうございます。神ヘルメス、ベル君、ベルクラネル氏がどこへ行ったかご存知ではないですか？エイナちゃん、なんだい、ずいぶんとご機嫌斜めじゃないか。そんなことありません。
それよりベルクランネル氏の行き先なのですが。ああ知っているよ。どうやらダイダロス通りに向かったみたいだ。ありがとうございます。それでは。待ってくれエイナちゃん、これをベル君に渡してくれないかい。これは腕輪？そう、ベル君の落とし物なんだ。彼に返そうと思ったんだけど、俺も行き違いになってしまったね。悪いんだけど、エイナちゃんが届けてくれないかい？わかりました。そういうことならお引き受けいたします。ありがとう。それじゃあ、いい夜。悪いね、エイナちゃん。でも、王子様がきっと来てくれるさ。もっと、まだ先へ。